本来あまり得意な方ではないが、私ほどの大妖怪なら、何をするつもりだ。どうよ。どうやって。どうよ。どうよ。撮ったことないポーズだからよくわからないけど、なんか気持ち悪い。どれどれ。クリソツ。え、俺ってそんななのか。たかしくん、ご飯冷めてしまうよ。はいはい、今行きます。晩ご飯ではしゃぐな。先生、お待たせしました。あら、その瓶は何。気にすんな。あ、いや、気にしないでください。本当に見えないのか。冷蔵庫からしげるさんにビール出してくれる。はいはい。いちいち語尾を伸ばさなくていい。子供みたいだろ。ダメだぞ先生、絶対にダメだ。あらま、お腹空いてたのね。まだまだ育ち盛りだからな。うまっ。あ、いや、美味しい。がっつかないでくれ先生。いや、晩食がないのがいささか寂しいが、まあいつもの飯に比べれば100倍も増した。え、だから余計なこと喋るな。おかわり。おかわらないでくれ。あら、珍しいわね。そうそう、明日ね、私たちちょっと帰りが遅くなっちゃいそうなの。そうか。そうですか。そうですか。さっき電話があって、お世話になった方のお通夜があってね、しげるさんと二人で手伝いに行くことになって。待て先生、話が終わってからだ。明日の夕飯はグラタン作っておくから、温めて食べてね。はい、じゃあ。